うどんタクシー後編。あれは何？憧れのうどんタクシーでうどん巡りをすることになった私。運転手純ちゃんおすすめのびっくりするメニューがあるうどん屋さんを巡っています。1軒目、花生うどん。これでもかってぐらいてんこ盛りのしっぽくうどんに出会ったよ。そして2軒目、麺どころまはるはうどんタクシーチャンネルでご紹介。見てくれたかな？大きな大きなかき揚げやいろんな種類がある天ぷらにびっくり。さて3軒目のびっくりはどうしてこんなにうどん屋さんがあるんですか？そう、香川は雨が少なくて小麦の栽培がすごい盛んになっていて、あとうどんに必要な材料って小麦の他何がある？水。おお、正解。水、塩。そう、塩は香川の海の瀬戸内海の沿岸で昔は日本の 90% ぐらい作られてて、でお塩もあったし、うどんの出汁に必要なのはいりこ。おー、正解。そう、いりこ。伊吹島っていう島があって、いりこの生産がすごい盛んな。あ、聞いたことある。そこいりこが取れるし、あと小豆島はお醤油屋さんが今もすごいいっぱいある。うどんに必要な材料が香川にはで揃ってたっていうのが。あ、なるほど。純ちゃんの好きな食べ物って何ですか？好きな食べ物はお寿司。お寿司が一番好き。うどんと言われるかと思いきやみたいな。じゃあ子供の時の夢は？私の子供の時の夢、宇宙飛行士。100万円があったら何がしたい？どうしようかな。100万円あったらうどん屋さんしようかな。うどん屋さんするんだ。100万円ではできんかな。小春ちゃん、うどんは作ったことある？ある。美味しくない？自分で作ったおうどん。でもやっぱり自分で作ったから美味しかったよね。そうなん。多分ね、自分で作ったうどんがね、世界で一番美味しいと思う。あ、もう次は。やった。次はどんなびっくりかな。楽しみやね。ところで小春ちゃん3軒目やけど、お腹の空き具合はどう？だいぶ空いてる。お、空いてる。すごい、移動してる間に空いてきた。そう。駐車場はこっちなんでちょっと。わかめうどんって書いてる。わかめうどん好きや私。あ、ほんま？食べたことある？あれ。ここが元祖なん。元祖わかめうどん。あ、じゃあここはわかめうどんの発祥ってこと？あ、そう、そういうこと。さぬきの夢って何だったか覚えてる？香川県産の小麦。正解。うどんのために作られた小麦粉。うどんのため？あ、そう、うどんのために作られた、香川で作られた。あ、岡谷さんだ。3軒目到着。偶然出会った岡谷さんとは？わかめうどんだね。そう、わかめうどんないんだけど、本日の健康うどん練り込み素材はわかめとカカオ。チョコレートの原材料はね。なんかめちゃくちゃワクワクしてきた。出しとこうかな。練り込みってわかる？わかんない。なんとうどんトークを作った岡谷さん、通称岡ぴあじさん登場。でうどん脳に会いたいっていう話をしてて。あったからすごいびっくりした。びっくりした。よかったね。他にもいるじゃん。どんどん君はこのわかめうどん大好きで、もう10年ぐらい前から。今日は小春ちゃんにびっくりするメニューのうどん屋さんについてってほしいってリクエストで、今日3軒目でここに。あ、3軒目。2回食べた。びっくりすると思う。香りもちゃうから。冷たいも風味おいしいし、釜揚げ系でこうふわふわっていう湯気で香り楽しめるし。そしたらね。はい、ありがとうございます。同じ時間に来た。本当にね。あれだけうどんの国の話してね。じゃあなんか月っていうの？あ、そうそう、月見とかかけとかぶっかけとかメニューすごいいっぱいあるけど、このうどんの麺がさっき入り口で見たわかめとカカオの麺だ。気になる。なんかどれも美味しそう。どれも美味しそうだね。どれがいいかな。カカオか、どっちも食べようかな。食べましょう。ね。じゃあ釜揚げのショーください。あ、それとかけのショーと。なんだろうね。カカオってわかる？なんかチョコレートって聞いたことある。そう、チョコレート好き？好き。あ、じゃあいいかも。ここのね、大島屋さんね、元祖わかめうどんって書いてあるじゃん。で、わかめうどんはいつもあるんやけど、それともう一個のうどんは。来てからのお楽しみな。そう、今日はたまたまカカオの練り込んだうどんだったけど、例えばね、私がこの間来た時はイオカン、オレンジ、そうそう、オレンジ練り込んだうどんだったりとか、あと桜の季節は桜練り込んだうどんとか。練り込んだうどん。そう。あ、小春ちゃんピンク好きやけんいいかも。あ、麺がピンクな。見てみたいね。カカオの麺はどんなのね。チョコレートのあるのは甘いんちゃう。甘いかちょっと苦い。ああ、そうよね。確かに。どうだろう。楽しみよね。楽しいね。私も楽しみ。でもわかめも気になるよ。確かにわかめも。あ、そうね。ただのわかめ。緑色のだるまがいる。赤が緑になってる。わかめだから。多分ね。わかめ食べ過ぎたんじゃない？可愛い。うどんタクシー。これ俺だ。すごい。来た。あ、小春ちゃんのやつだ。かげ。わかめとカカオ。美味しそう。すごいね。知ってるうどんじゃないんじゃない？この白色じゃない。あ、なんか本当チョコレートっぽいね。あ、嘘。すごい。さっきね、香りがいいよって教えてくれてたもんね。すごい。この湯気がこぼれちゃうのに。可愛い。ちゃんと来たよ。かけも一緒。緑色の茶色の麺。そう、そのまま味わうのが多分いいと思う。最初は。本当にわかめの味がする。でしょ。カカオの方も。うわ、すごい茶色いすごいね。私もこれは初めてだ。上手。チョコだ。そう、チョコ。あ、綺麗。すごい。じゃあ、ちょっと食べてみてください。そうね。じゃあ、いただきます。私もじゃあ、小春ちゃんと同じわかめから。私はひたすらネギを。めの味がすごいね。わかめだ。これカカオも食べてみよう。カカオも本当にチョコだった。あ、そう、びっくりだね。色だけどチョコレートだもんね。これおつゆに使ってても美味しい。甘い。甘くはない。甘いのかな。チョコレートだね。本当に。甘いと苦いのあれ。いける。美味しいよ。美味しそう。混ぜてみたらどうかな。一本ずつ。でもこれはやっぱりなんかそのまま食べてもいいけどさ。あれわかめ。あれわかめ。沈んじゃった。あれ、わかめちゃん、どっか行っちゃった。わかめちゃん。わかめちゃん。あった。チョコの方が多かったじゃん。チョコの方が強い。やっぱり。量が多かったもん。今日びっくりなおうどん屋さん3軒行ったけど。でも、一番びっくりしたのは。これ。あ、そう。おお。最後だった。ということで、讃岐うどん巡り88カ所、9店舗目はここ元祖わかめうどん大島屋さんに決まり。決まった。決まった。上手。何でも決まってない。可愛い。だいたい2日に1回のパターンで変わってる。またなんかこんなんしてほしいんだったら物持ってきてくれたらいいですよ。いいじゃないそれ。これで作ってくださいって。じゃあ私トマト好きなんでトマトもできますか？もちろんもちろんできるよ。嫌いなものみんな持ってくるの子供がお料理にしたら食べるね。だけどお腹におるとかちょっとよくよ。今もうその子らが結婚してこんな子いっぱい詰めてる。可愛いの。美味しかったです。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということで3軒回ってきました。どうだった？3軒回ってみて。どれもすっごいびっくりしたから、もっとうどんのびっくり見つけてみたいと思った。こうしてうどんタクシー純ちゃんとの安全運転で楽しいびっくりうどん巡り